パイオニアコートハウススクエアパイオニアコートハウススクエアはポートランドの今の愛称を持つアメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市中心街の一街区3700平方メートル4万フィートに広がる公共空間北部でサウスウェストモリソンストリート東部でサウスウェストシックスアベニュー南部でサウスウェストヤムヒルストリート西部で サウスウェストブロードウェイに面している。パイオニアコートハウススクウェアの名称は、この広場のすぐ東に所在する政府、建築パイオニアコートハウス、1875年春工に由来する。広場の歴史は、市がセントラルスクール所在地周辺の土地を購入した1856年より、始まる。1883年。 ノーザンパシフィック鉄道の延伸を受けて大規模なホテルの建造計画が承認され、同校は移転した。景気衰退による知恵を経て、1890年に8階建てのポートランドホテルが同地に完成した。ポートランドホテルは20世紀前半のポートランドにおける社会事業の中核的存在になっていたが、1951年に 取り壊され、2階建ての駐車場が建てられた。ポートランドホテル時代のアーチ道やゲートワークは現存しており、パイオニアコートハウススクエアの南側に今でも確認することができる。1970年代初頭、ポートランド中心街の基本都市計画として同地に公共空間を建設する案が提出された。1975年、ポートランド市長のネイル・ゴールド・シュミットは、 百貨店のマイアーフランクが車場として、用いていた土地の買収に乗り出し、駐車場の問題を解消した後、見事に説得に成功した。1980年初頭になると、後にパイオニアコートハウススクエアとなる、広場のデザインが帽された。162件の案が提出され、ニューヨーク市、フィラデルフィア、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ボストン、ポートランドの 各都市の企業から1件ずつ合計で5件の最終候補が選出された。その後、ウィラード・マーティンが主任設計を務めるポートランドのチームが勝利を収めた。マーティンらのデザインは1981年のプログレッシブ・アーキテクチャー誌からアーキテクチャールデザインサイテーションに選ばれた。デザインが決定すると今度は資金問題が表面化することになる。 ポートランド市長のフランク・イバンシーは開放型の公共空間が不老者の溜まり場になってしまうことを懸念しポートランド中心街に拠点を構える一部の企業保有者や影響力のある市民を新たに決まったデザインの反対派に導いた当時テレビで政治評論家を務めていたトム・マッコール前オレゴン州知事憤慨しながら次のように述べている数人の影の権力者によってあの全米規模の デザイン競争の結果が無意味と断じられたことをオレゴニアンが知ったら彼らの多くはさぞやショックを受けるだろう。広場建設の費用として土地買収に300万ベイドル、建造物や設備の設置に430万ベイドルが必要となった。これは反対派が広場建設計画を白紙に返すのに十分な額であった。マーティンは他の建築家やボランティアを協力して 図案化した広場の設計図を敷地そのものに描画し、反対派による工事の遅れに大衆の目を向けさせた。この運動を受けて、ポートランド市のチャールズ・ジョーダン理事、マイク・リンドバー・グ理事は市民を募って、フレンズ・オブ・パイオニア・スクウェアという団体を結成し、名前を刻んだ5万個のレンガの売上から75万ベイドルの資金を調達し、この計画の救済に貢献した。 そして1984年、パイオニアコートハウススクエアが完成した。2001年、広場のすぐ南西の外区に超高層建築物のフォックスタワーが竣工するが、フォックスタワーは午後になると広場の大半を日陰で覆うことから市民の間で物議を醸した。広場の北側に面するモリソンストリートと南側に面するヤムヒルストリートには、 マックスライトレールの停留所が設置されている。広場の北側には古代の廃墟を想起させるような古典的な柱のオブジュが数本立っており、その一部は根元の部分で折れて、あたかも台座のみが残っているかのようになっている。その台座の上にはチェステーブルが描かれており、日中になると集まってチェスを楽しむ人々が見られる。広場の西側には小さな階段状の滝が流れており、 公共の案内所の入り口を形作っている。広場の中央は半円形の円形競技場のように作られており、その周囲には24段程度の階段が整備され、広場で演奏会などのイベントが開催されると人々が階段に腰をかけられるようになっている。2007年1月1日現在、パイオニアコートハウススクエアは禁煙区域に指定されている。広場に敷かれているレンガは、 建設中に資金を集めるために売られたもので、寄贈者の名前が刻み込まれている。1970年代、持続可能な生活の初期の開拓者の異名を持つエリック・ラッドは、解体されたポートランドホテルの断崖から救い出したスクラップを使って広場の東端に連鉄製の玄関口を建造した。2008年1月、ポートランドに拠点を置く。 NBC 系列の KGW は以前広場で書店のパウエルズブックスに使われていた土地にハイビジョン用のニューススタジオを建設することを明らかにした2008年の夏の完成予定で KGW は朝と正午のニュース放送をこのスタジオで放送する予定であるとしているポートランドを代表するパブリックアートの一つがスワード・ジョンソン作のアラウミーである一般的には アンブレラマンと呼ばれ、親しまれている。広場の南側、円形競技場のすぐ横に展示されている。ビジネススーツを着た男のブロンズ像で、手には傘を持ち、親しみのある身振りで来訪者を迎えている。ウェザーマシンは、頭頂部に大きな銀色のオーブがついた、金属柱の作品である。毎日正午になると、次の日の天気予報が、トランペットのファンファーで点滅する。 光、霧の噴射と共に告げられる。オーブは開閉する仕組みになっており、中から天気予報として次のうちのどれかが出てくる。機械が取り付けてある側の電球は温度が上がるにつれてだんだん光る仕組みになっており、水銀温度計を連想させるようになっている。春季や夏季に行われる無料のショーなど多くのイベントが地元企業の援助によって、 パイオニアコートハウススクウェアで開催される。開催されるイベントのほとんどは大人から子供まで楽しめるものである。2006年には思想での枕投げ、その後には思想でのパジャマパーティーが開催された。また、この広場は演説、政治でも集会、徹夜の祈りが行われる場所としても機能している。感謝祭まで広場の中央に 大きなクリスマスツリーが置かれているが、毎年感謝最後の金曜日の晩にツリー点灯式が行われる。クリスマスに関連したその他のイベントとして、チューバツリーがある。これは200本近くの中馬というホニウムが主役となる祝典で、クリスマスの休暇にちなんだ楽曲が演奏される。大晦日の祝典もこの広場で開催されている。2006年6月27日、 パイオニア・コートハウス・スクエアは、史上最高となる8,500人が訪れ、広場を埋め尽くした。彼らは2006年度全米大学体育協会、NCAA、カレッジワールドシリーズデスボールチャンピオンとなった、オレゴンステート・ビーバーズを称賛した。2006年7月、サッカーの FIFA ワールドカップの準決勝戦を呼び、決勝戦の観戦のため、広場に、 液晶スクリーンが設置された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。